人生相談は依頼が殺到している退職代行サービスの今後に関心があり自らも利用を考えている20代男性毒親でも嫌いになるのは親不孝かなという迷いと合わせていずれ自分も娘の毒親にのれんさに怯える20代女性職場で悪業の限りを尽くすモンスターアルバイト女性への対応に苦慮している小売業管理職男性からの3件です会社を辞めるという行為にエージェントを使う Z 世代に信じられないと嘆く方もいらっしゃるのではオタキング CH 管理人男性20代質問です 最近、退職代行の依頼が殺到というニュースを見て爆笑しました。 僕も二十歳ですが仕事を辞めたいので退職代行を使おうか迷ってます岡田さんこれってホワイト社会とか何か関係してますか僕も含め今の若者は配属ガチャやパワハラに敏感なんですかねこれは時代の流れでパラダイムシフトが起こっただけですよね岡田さん教えてくださいっていうですね退職代行をまあなんか肯定してほしいんでしょうねまあ全然肯定できますよ僕これ当たり前だと思うのでですねなんでかというと若い世代になればなるほどですね他人との感情トラブルに関して 敏感というかです、ね、すっごいストレス感じるんですねっていうのはそういうのがないように。 その子供の頃からずっと育ってきたので感情トラブルがあるぐらいだったらもうここから逃げちゃおうっていうのはすごいね普通の判断だと思うんですよ。なので退代代行は、時のの当然の流れだと思います。で今はねその若い世代だけが使っているように見えるしニュースにもなってです、ね、Z 世代は退職代行を使ってるとかって言われるんですけどもじきに日本人全員が使えるようになりますってそれはもう今年中かどうかはわからないんですけども。 2、3年のうちに多分日本人はみんな退職代行に頼るようになると僕は思ってます。なぜかというと他人との感情トラブルを避けるためにエージェント、代理人を使うっていうのはどの時代でも権力者とかですね上流階級の特権だったからですね。あの上流階級の人たちって、何かあったらあじゃあそれはあのマネージャーに伝えますとか使用人に伝えますとか弁護士に言ってくださいっていうのは、みんなあいつら使うじゃないですか。 それがもう僕ら誰でも使えるようになってきたわけですね。それが一般大衆のレベルまで降りてきた。こういう権力者が使っていた特権っていうものを一般大衆が使えるようになることっていうのを コモディティー化,うう、ね、化と呼びます。で例えばそのソニーソンポとかあのあの自動車事故の保険会社が事故があった相手が怒ってるんですそれでは私が変わりましょうかえいいんですかってあの CM あるじゃないですかあれなんですよね。これがその退職代行と同じでそういう他人との感情トラブルを変わってくれるっていうのをうまい CM してるんですだから退職代行に関してなんかみんな変だとかですねニュースで最近の Z 世代だって言ってるのは ソニー損保の CM でなんであれが その損害保険会社の一番売りになっているのか掛け金とかそうなんではなくて感情トラブルを引き受けてくれるということ自体が売りになっているというここの部分を見なきゃいけないわけですね。だからおそらく近い将来ですね、その家族を含めた全ての他人との関係っていうのはその中間にエージェントを入れるようになるっていう時代になると思います。だから年収とかその人の社会的地位によってそのエージェントがリアルな人間なのかリモートなのかそれとも AI なのかが分かれてくるだけで いうふうういいいなな時代代。が来るんん。だろうなというふうに思います。色じろろさん女性20代実の親を嫌いになるのは親不孝なのでしょうか、まあ、こういう疑問形から始まるのはだいたい、まあなんかこうどう,どうなんでしょうねそうじゃないよって言ってほしい場合が多いんですけどね「昔から病気がちでヒステリックな母親が嫌いでした無関心な父も好きではありません」特に母親から愚痴を聞かされていたことが嫌な記憶として残っています。 子供が生まれてから実家に帰った時に大喧嘩をし実家を飛び出しそれ以降連絡は取っていません0歳の娘の育児をしていると本当は自分はこうやって育ってほしかったんだと感じます毎日自分の人生をやり直しているような気持ちになります私を感情のゴミ箱にしていた母がますます嫌いになりました <laughs> でもいつか私も娘に対して同じことをしてしまうのではと思うと怖いですそして一人子なのに実家を疎遠にしてしまうのは良くないのでしょうか 良くないのでしょうかとねまあまあいわゆるその親不孝で何か問題でもっていうことなんでしょうけども別にあの前からあの僕が言ってる子供っていうのは3歳まで元気に育ちさえすればもう親孝行は終わりっていう考え方なのでですね10代20代を過ぎた 子供が今更です、ね、親にちゃんといい目を見せなかったら親不孝じゃないかなとか親孝行できなかったとかあんま考える必要ないと思ってるんですけども、まあ、それの上に無関心なな父とととか、か愚痴とヒステリーの母なんだだら、嫌いいで当たり前だと思いますで。これが本当は父親は無関心ではなかったとか本当はお母さんは愚痴やヒステリーではなくて単に色ろじロさんがそう思い込んでただけであっても。 嫌いで当たり前ですだし、嫌いいでで構わないと思うんですよ、ね、あので嫌いなんだから連絡を取らないのも当たり前だと思うしだ,だから親を嫌っていいて僕が言っ,たの言ったんですけれどもそれは同時にですね、えー、今娘をどんなに大事にしようと私はこんなふうに育てられたかったと思うような愛情を娘に注いでようと将来ですねその娘が自分をあの毒親だと言ったり嫌ったりすることを あんま恐れてもしょうがないしそこからなんか自分が親からされてきたような仕打ちとかを全くしなくても将来その娘が私の母は毒親だったという可能性は、まあ、あるはあるんですよ。なんでかっていうとそ,のそもそもいろじろうろさんが親を嫌う権利なんでその権利を得ているのかっていうと嫌な親だったからではなくて独立するために親を憎む必要があるっていう そういううい側面も、僕はあると思うんですよ。だから同じくいずれあなたの娘も独立する時には多分与ロ次郎さんから見たら理不尽な起こり方理不尽な理由で母親を嫌うはずだしそれが僕は健全だと思ってますんでそうじゃなくていつまでも仲良い,い親子をやってると もうなんか、えー、そっかそら先はです、ね、の娘家から出ませんとかです、ね、あの部屋にこもりっぱなしになりますというです、ね、暗黒路線まっしぐらの世界に行くので,です、ね、<laughs> 理想的な育て方とか,です、ね、か自分はだからバレエを習いたかっただから娘にバレエを習わせるんだとかです、ね、自分は子どもの頃海外旅行とかに連れてもらえなかっただから海外旅行っていうのはそれは娘とか子供を出しにしてです、ね、自分がいい気持ちになりたいだけの親のエゴであって結局 全部、どうせ、それは親のエゴなんですよ。で、親のエゴってすべて子供はいずれ疎ましく思うんですよ。で疎ましく思わなかったら親親と仲がいいんですけど、親と仲がいいっていうのを20歳や30歳を超えてやってると、どん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 世界観が歪んでいくんですね。だからまあそれが家族の当たり前だと思います。そこだけ忘れないでくれれば、あのどんなに娘を大事にしても大丈夫だし、どんなに親を憎んでも親不孝しても大丈夫だと思います。 じゃあ次行きましょう。もっと優しく。おー、もっとや、今のすごい優しかったよ。ステッカーあげるし。<laughs> <laughs> 小麦さん男性30代小売業勤務30代です職場のモンスターアルバイトに苦しめられています彼女の問題点は女の人なんですね協調性のなさとずる賢さ自分の非を認めないプライドの高さですタイムカードを意図的に遅く切ったり少しでも稼ぎたいが故にみんなと足並みを揃えずに仕事を遅らせたり休憩の時間でもないのに長時間休憩室にこもってたり長い期間彼女の振る舞いを見ているとそれが偶然ではなく悪意を 持って行っているのがわかります。 何度も指導や対話を試みましたが、彼女は人一倍口が強く、揚げ足取りのようなモ答ドばかりで、一向に前に進む気配はありませんえ。もちろん職場で浮いた存在になるのですが、彼女は不屈のメンタルも持ち合わせていて、職場のほぼ全員から非難されているような現状でも、辞める気配は全く感じられません。言うことを聞かない、辞めない、まともに仕事をしない人に対してどう対応するのがベストですか。<laughs> いや、ベストですかってこんなク首にするに決まってるじゃないですか。<laughs> 首にしなさいよ。だって、あなた管理職なんでしょあの、管理職の一番大事な仕事の一つって、職場の生産性を下げるメンバーを首にすることだと思うんだけども、 だってこう、職場のほ,ほぼ全員から避難されているような現状でも辞める気配は全く感じられませんって、この危険性、本当に分かってますか今、すごい危険なポイントですよ。あのね、みんなの避難、みんなの避難は彼女じゃなくて、クビにしない、そのなんか小麦さんに向かってるのって分かりますかあの、絶対に、なんで店長をクビにしないんだろうねとか、なんで部長をクビにしないんだろうねとか、なんでマネージャーをクビにしないんだろうねって。だって、もう その人を憎んでも意味ないんだから、じゃああの私たちと同じような被害者面してる管理職バカじゃねえの。何のためにあいつら私より、私らより給料ってもらってんのって話になる、なってるに決まってんですよ。もうクライシスポイントですよ。だから今みんなが一番嫌ってんのはおそらくモンスターアルバイトではなくて小麦さんだと思います。アルバイトなんだからクビにしても問題ないし、もしあの理由を聞かれたらあ僕がやりにくいからで十分ですよ。で、それで、まあ問題があり、 体操とかです、ね、クビにできないんだったらもうシフトを月に1回にしちゃってください月に1回とか2ヶ月以下のシフトにして職場からできるだけ遠ざけるのがいいと思います何年もこの状況続いてるっていうのは本当に危機ですよねはい岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございますえー、毎晩ですねだいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので是非是非チャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく